そうだ、2階の本屋さんなくなったって言ってたもんな、前来た時に。どうなってんだろう2階ね。あれ書籍ってなってるな。どういう感じになってんだろうね。ちょっと見てきましょう。さあ、買い出しも済ましてきましたけどね。まあまあいい時間になったな。ちなみに結構ね、ビジネスホテルもね、この辺りあるのはありますからね。意外と一人旅、二人旅、やりやすくはありますね。さあ、そういう中でね、本当ならね、お寿司とかも食べたいところですけど、だからね、ありがたいことね、大久保はね、もともと和歌山のところってことで、まあ、いや、三重のイオンとね、和歌山の大久保なわけですけど、ね、熊野っていうと紀州なんでね、和歌山とか紀州の、ものを買うってなるとね、大久保のところがいろいろあるんですよね。なので、ちょっといろいろ買ってきましたよ。いろいろって言うんでもないですけどね。あれですね、つつやがなくなって、で、なんか別の、ライム書店さんとかになってたかな、なってますね。で、なんか、医療品と、なんかその本と、本コーナーと、だから CD とか、この辺りがなくなってたかな、レンタルはもう完全になくなって、で、100均が、ダイソーが入ってますよっていう感じで、ちょっと、はい、取って、レジが一緒になっとってって感じだったんで、そう、100均が出たんで、助かった、私、今日はね、ボケをかましまして、バッテリーを持ってきてるんですけど、バッテリーとね、充電、スマホをつなぐ、充電コードを忘れてきちゃったもんで、あいかんいかんってことでね、今買っときましたんでね、これでバッチリですよ。さあ、で、ぼちぼちと。さあ、駅の方戻っちゃって、先行きに乗って、戻っていく感じかな。じゃあ、バスが行ってるってことは、多分ちょうどね、電車の時間に具合になるはずなんですけどね、ちょっと早めには動いてるはずなんですけど、ギリギリではないはずなんだけど、今回は大丈夫かな。よいしょ。よいしょ。この人たち ZTV 入ってんだ。ZTV ってね、2ですね。普通のあれやと思ったんだけど、こっちの方も全部 ZTV でやってるんですね。四日市っていうところの CT バイみたいなやつですよね、確か。この辺り知っては、三重県はケーブルが強いですからね、CTY とか。ちなみに、あきれいまでしまで戻ってきましたけど、コインパーキングはそっちの奥の方にあったらしいですね。メインの通り、もう一つ奥のメイン通りの方の、右に曲がったところ、ずっと行ったらあるらしいです。私も使ったことない。結構細道が多いですからね、熊野はね。やっぱこっちではね、三松寿司とかめはり寿司でて、ありがたいことに大久保さんは全部ね、いろいろと
入った、キシウス寿司セットっていうのがね、用意してくれてあったんで、しかも39杯安い。398円で、いろんな紀州特産の寿司が食べれるというね、セットを作ってくれてあるんでね、ありがたいありがたい。まあ、ちょっとでもね、紀州感味わっとかんと、何しに来たんやって感じですからね。よいしょ。時間的にはここからが本来、紀州のね、観光は。からね、観光案内からいろいろ行ってとか、お願いします。ほまれている車の鼓動の方にね、散策に行ったりだとかっていう時間なんですけど、私は帰ってくるんですね、この時間に。本当にスタンプをしただけだぞってなっちゃうところでしたからね。いや、いっぱいになってるけどな。よし。で、11時3分。じゃあ、これ2分やっちゃうかな。よし、じゃあ。まあ、スピードでしたね。34分あんまり時間余裕あったな。結構余裕は。ほんまに、そうか。そう。あ、どんどん撮ってね、また会おう。ここに観光案内所があって、唐揚げ屋さん、ファーストショップの、あら、おいしそうな唐揚げ。唐揚げ買ったのは悪いやろ。ちなみにもうずつね、バナの方来るルートというと、これは名古屋とか東京とかからだったら、兵庫とか、あ、ここは県民市営駐車場、あ、そのコインパーキングらしいですね。近いですね。で、その真ん前のところに、実は高速バス乗り場があります。ということで、これだとね、大宮とか、そう、東京、大宮の方までね、行ける高速バス、夜行バスも走ってますし、中高だと実はこのね、名古屋まで行くやつとか、実は1日1234、5便うん。実は5往復してるんですよね。これが名古屋からも出てるんで、これが結構便利に使えるところかなってところですね。新宮まで行けるらしいですけどね、これ。うん。ちなみに高速バスじゃないやつやと、真っ逆だっけ、なんか真っ逆から新宮まで、真っ逆から新宮まで行けるやつがあるらしいんですけど、これは高速バスじゃなくて普通のバスでね、運行してるらしいですね。それが当然途中ここも寄ってくると。唐揚げ屋さん、唐揚げ買ってく、カレーもあるの、あ、美味しそうやけど時間はないか、あ、そっか、まだあれなんですね。そこはちょっとここ見ていこうか。